どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、質問に答える回答編ということでやっていこうと思います。この動画ですね、2024年の1月、ちょっと前ですけども、2024年もみんなの質問に答えていくぞということで、この動画アップロードして、そこに、頂戴したコメントの質問に今から答えていきます。相変わらず質問ある人はですね、この動画じゃなくてこっちの動画のね、コメントに書いてもらうとですね、またシリーズで返答していこうかなという、まあ、第1弾回答編2024年版やっていこうと思います。2023年のやつはですね、これ再生リストになってますから、質問回答コーナー、それを見てもらうといろいろ面白いのあるんでやっていきましょう。もう早速行ってみようと思います。最初はですね、クロリさんの質問なんですけれども、イエスとかラウンドバウト、イエスのラウンドバウトとか、ローリングストーンズのギミーシェルターみたいに、長めのアルペジオから始まる洋楽ロックみたいな戦争さ、長めの曲もアップする予定ありますかっていうようなことが来てます。予定はないです。はい。予定はね、ないんですよ。まあ予定というか、いつもそうなんですけど、なんか、必要に、迫られたらっていうか、なんか、かっこいい曲って世の中にいっぱいあるんですけど、僕もそういう、かっこいい曲いっぱいやりたいなと思うんですけど、ちょっとバランスですね。やってみたいという人が増えればやるかもしれないし、でもあんまり長いのっていうのはね、ガズレレではそれより、やっぱ歌中心っていうことなんで、洋楽とかもちろんね、増えていくと思いますけれども、まあでももしかしたら、でも予定はないけれども、やらないってわけじゃないですからね。タイミング見て、もしかして出てくるかもしれません。そこが、面白いところでございますんで、長い目でいろいろ楽しんでいただければというふうに思います。で、同じクロリさんの方の質問で、昔のガズさんのカバー動画を見ると、スローバラードをオブリガードを駆使して、オブリガード、メロディアスに弾いていたんですけど、あんな風に原曲の決めが少なめでシンプルな曲をアドリブするコツを教えてほしいです。これかなりハイレベルなね、質問ですね。あえて具体的じゃなくて応用ふんわりバージョンで弾けるコツが知りたいです。気質でしたらすいません。気質じゃないですけど、この辺のやつはもうニュアンスに、まあ、なるんでね、例えばこれ、皆さんもこのオブリガードっていう言葉あんまり聞いたことないと思うんですけど、例えばね、ガズレレ動画でいうところのね、エリック・クラプトンの、なんだっけ、ティアーズ・イン・ヘブンとかも、例えば、コードでやったら、でん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 、みたいな感じなんですけど、これをオブリガードでやると、みたいな、こうメロディーとコードがこう伴奏の中でいろいろこんなようなのとか、例えばなんかコードを変えるときにささっと入る、なんかこうそれどうやってんのみたいな、そういうやつなんですけど、あれっていうのはね、手癖というか、なんかね、教えるっていうもんじゃないですよ。なんか聞いてて、あ、こういう感じなのかなっていうふうに取り入れるもんなんで、やっぱ経験値がやっぱりこれものを言う世界なんですけど、だからといってガズがこのやってるのをそのまんまみんなにレクチャーしてもですね、なんかそれも違うような気がして、例えば演歌歌手の方のこのビブラートみたいな拳こそがその人の個性みたいなところがあるんでね、なんかなかなかちょっと難しいんですけど、まあちょっとこの辺もですね、一応取り上げているのはハンマリングオンとかプリングオンというそういう動画だったり、するのもありますけれどもですね、ガズメロで最近この動画を上げてるんでね、それが結構ヒントになるかなと思います。ちょっと今の段階でこの動画、概要欄のところにね、答えのヒント貼っとくんで、ぜひ見ていただければというふうに思います。あ、この質問ですね、全部概要欄に時間にね管理してますんで、そこちょっとまた見てもらうといいと思います。クロリさん、質問ありがとうございました。お次はですね、さくらさん、さくらさんの質問にお答えしていこうと思うんです。あれ、どこ行っちゃったっけ。ちょっと待って。いつも動画見て、今ね、あれなんですよ、喋りづらいのがですね、喉飴舐めてるんですよ、今。龍角散のど飴をしょっちゅう舐めてます。はい。なんで、ちょっとこれは溶けるまでは、そのままで。いつも、
いつも動画見てガズさんと楽しくウクレレを弾きながら音楽楽しんでいます。私もガズさんのようにノートに書いて弾いています。いつもありがとうございます。私は指が短く素早く3フレット分ある B マイナーや E マイナーなどが弾けません。何か練習の仕方がないでしょうか。教えていただけてると思う嬉しいです。またリクエストですが、ヨルシカさんの曲を何曲か出していただきたいです。ヨルシカの曲はですね、一応言っておきます。今ガズレレで取り上げているのは、ただ君に晴れ、花に亡霊、だから僕は音楽をやめた、アルジャーノン、この4曲取り上げてますから、ちょっとガズレレで曲名検索してみてください。で、指が短いって話ですけど、自慢じゃないですけど、ガズさんもめちゃくちゃ指短いんですよ。一応ちょっと測るかなと思って、今日はちなみにガズさんの中指測りましょう。そうしたらですね、7.4センチです。7.4センチ、このここからここの線からこの先っちょまで、僕ね、中指がね 7.4 センチしかないです。 7.4 センチって言ったらかなり短いですよ。ちなみに薬指は 6.6 センチ、人差し指は、このなんつうの、このどっから測ってるかというと、この横の線ね、ここから測って、人差し指がですね 6.8センチ。多分ね、質問いただいている桜さんと同じくらい、僕ね、小杉さん、私の愛するハニーさんの方が指長いですから、僕指短い。だから指が短いっていうんじゃないんですよ、コツなんです。 B マイナーとか E マイナーっていう、多分ですけど、よく言うのはロックフォームかクラシックフォームかっていう違いがあります。コード弾くときに親指が出てるタイプの人か出てない人かで全然変わります。で、親指出てない人だったらやっぱこう位置が高いんで、親指が出ていないのに持つ位置が低いと抑えづらいです。親指が出てない人は高い位置で持ったら弾きやすくなります、一気に。で、親指が出てる人は逆に下げると案が弾きやすくなったりとか、あとこのネックの角度とか、あと親指の位置とか、あとこの角度ですね。この角度、いろいろ分析してください。どっかに答えが眠っております。どんな人でも、やっぱり指のね、短さ、太さとか、あんまり関係ないですね。ハワイに行ったら体重200キロの男性がね、ソプラノウクレレ見て、弾きながらこういうコードを押さえたりしてるわけですから。そこら辺はね、自分でね、探し出すっていうイメージがいいと思いますね。もう人それぞれ指の角度とか形ってやっぱ違うから、一個の正解の押さえ方っていうよりは、それぞれのね、ものでいいと思いますよ。それをちょっと探していただくのが楽しいかなと思います。ありがとうございます、質問。はい、そしたらお次の質問行きましょう。グレースピレニーズ大好きさんから、の質問に答えていこうと思います。メロディー、この場合は歌声の伴奏のキーの話についてお聞きしたいです。私は音感がなく、よく音感持ちの家族にメロディーと伴奏のキーがずれているよと注意されているのですがとか、自分の耳ではよくわからないのです。私のような音感のない人がキーのずれを理解するのに有効そうな練習方法はありますか？先にコードを弾いてみて音程を意識的に確認してから歌うという方法も試しましたが、うまくいきませんでした。ああ。それ、うちのハニーさんもたまにそういう事情になるんですけど、この動画でね、以前ちょっとその辺で解説してますけど、やっぱりね、最初のコードを弾いて、最初の歌い出しのメロディーを探し出すっていうのはちょっと能力がいると思うんで、その動画でもちょっと言ってるかわかんないんですけど、やっぱりしばらくその曲を弾いてみる、伴奏で。あ、なんでもかんでもって、このやっぱり確認、コード回してみるですね。最初の1個のコードだけでわからなかったら、やっぱしばらくその曲演奏して見ていくのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。あとは、もしそれがガズレレの、動画だったら、最初のガズさんの演奏を見て、例えば今の踊るポンポコリンドすると、なんでもかんでもじゃないですか。その最初の歌い出しの音、ここだな。これかって2弦の3フレットの音から始まるなというふうに、そういうふうに覚えるのもいいかもしれないですよ。 C が弾いてるのに、踊るポンポコリンの最初の歌い出しは2弦の3フレットなんですよ。なんでもかんでもですかね、なんでも、はい、そんなふうに1個の音を探す、はい、例えば、他の曲でもそうやって歌い出しの曲分かんない時には研究やっぱするしかないですよね。あとは慣れるというかね、そういうのもですね、気づかないとずっとそのままやっちゃいますからね、結構ね。まず気づくっていうのは大事で、まあ、ご家族の方にご指摘していただくのは、一個ありがたいと思うとかいいと思うんですけど。でも逆に言うとですね、もし、これダイナミックな意見ですけど、それ歌ってて、周りの人からはねずれてるって言われてても、自分が気持ちよかったら別にそれはそれで、また一個の
お楽しみですから、それはそれでいいのかなって気もしなくもないということですけれどもですね。まあそんなこともちょっとトライしてみていただければいいと思います。さっき出したこの動画は概要欄に URL 貼っとくんで、それも一応見てください。ありがとうございます。はい、じゃあどんどん行きます。お次はですね、まさ兄さん。まさ兄さんの質問で、いつも楽しみをありがとうございます。ブランキージェットシティの赤いタンバリンやりたいです。人気であれば今、放送のフリーレンに使われている YOASOBI さんの勇者が人気ありますよ。ちょっと難しい。ちょっとチェックしておきます。ありがとうございます。はい。お次はツッチーさん。ツッチーさんの質問。ガズさんいつもお世話になってます。質問です。D コードから F コード。D コードってなかなか出てこないですけどね。D っていうのはどこかというと、2フレット。2弦の2、3弦の2、4弦の2フレット。これですね。1弦解放。これですね。こういうことだね。はい。ガズさんのを見るに D を押さえるときは D っていうコードがずれるとほぼ出てこないですけど、この3つ並んでるからこうやって押さえてるんですよ、ガズは。はい。そして F のときはこうです。だから回転系ですね。回転させる。で、D ってこうやってこのぐらいの角度じゃないと 1個のフレットに入、2フレットに入りきんないからね。だから、ここ D は難しいコードなんですけど、D やって F を押さえるときはこういう回転。もうまるっきり東から西へ向くぐらいの回転が必要になります。あるいは D を押さえるときにこうやって押さえたりする人もいるんですね。このときはこうですよ。D を押さえて、これ反らすといて一弦に当たってないんだからね。これすごいでしょ。で、あと他の動画でもいろいろ言ってますけど、きっちり、じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃ弾かなくても、変える。一瞬だったらよくこういうことやってるね。これサボりのテクニックですけども、まあ一泊ちょっとサボっちゃっても流れを壊すことはないと思うんで、そんなのもね、ふんわりやる、ふんわりコードを変える、これを意識するといいかもしれません。 D から F はこうくるっと回転、はい。で、一個間を空けてサボってもいい。ちょっとご活用していただければというふうに思います。はい、行きましょう。はい、ありがとうございます。じゃあ、お次。ちょっと待ってね。YouTube、ジャパン福岡さん。ありがとうございます。ウクレレだけじゃなく、最近ギターも始めました。ガズさんが紹介している今までのウクレレの曲の楽譜のコード進行は、ギターでもそのまま弾けますか？弾けます。全く一緒。ギターでも全く一緒。ギターの場合はカポが必要ですか？必要ないです。そして、ご存知ない方ももしかしているかもしれないんですけど、ガズレレではですね、ガズギターというプロジェクトを1年間やってたんですよ、2023年。はい、ちょっとここ再生リスト貼っときます、ガズギターの。それもめちゃくちゃ面白いんで、ぜひ見てください。概要欄にもそれ貼っとくんでね。はい、ギターもね、まあ、ウクレレのギターって親戚関係みたいなもんなんでですね、共通点結構多いし、楽しいと思いますよ。ありがとうございます。やってみてください。はい、じゃあ、お次の質問でございます。青りんこさん、質問ありがとうございます。G ラボのアンプはウクレレ専用ですか？エレアコやエレキギターには向かないですか？あと急になくなった気がするのですが、ガズギター時々でも復活したら嬉しいです。あ、まさに今言った一個前の質問のやつ、ガズギターこれですね。これね、2023年ぐらいに1年間ちょっと試しにやってみたんですけど、まあ、面白いっていう声がまた上がってくればね、またやろうかなというふうに、まあ思うんですけど、今ね、ちょっと止めてる最中なんですよ。はい、嬉しいですと。ガズさんのおかげでウクレレもギターも素人ながら弾けようになりました。いつも楽しい動画ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。そんな風に言ってもらってね、ガズギターもですね、ちょっとね、1年間やってたんですけどですね、まあそんなことでストップですけど、そんな風に言ってもらえるのはすごい嬉しいです。ありがとうございます。ちなみに G ラボのアンプはですね、ウクレレ専用っていう風に目打ってるんですけど、アコースティックのね、ギターとかだと全然いい音として鳴ってくれる、というものになってますんでですね、そちらの方もぜひチェックしていただければという風に思うんですけど、ギターもウクレレもあちこちから楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思います。はい、ガズギターもね、そんな風になるとまたいいなと思っちゃうな。ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問いきます。次はですね、京子ないしさん、京子ないしさん、はい、いつも元気の出る素敵な言葉
言葉と音楽をありがとうございます。嬉しいな。心から尊敬しております。尊敬してます。質問ですが、私はバネ指という小指の病気で手術を考えていました。ピアノを練習すると小指の付け根が腫れ上がってパンパン、そうすると激痛なんです。マジっすか。そのためステロイドの注射を1年以上続けてます。大変。手術をすれば医師は治ると言い切ります。バネ指とは指の腱が挟まり、更年期でも発症するもので、伸びるか縮むしかできない、まるでバネのような状態で、だからバネ指っていうんだね。ウクレレを始めて2ヶ月、症状がないどころか状態が良くなっています。え、そうなの？すごいじゃん。難しいコードは弾けませんがとても楽しいです。素晴らしい。音楽はやる方、かっこ私は歌う方がずっと最高なんだとのお言葉通り実感しているところですが、このまま小指を使わない3本指だけでやっていてもいいのか、直して小指も使えるようにした方がいいのか、アドバイスだけでもしていただけると幸いです。よろしくお願いします。50代会社員。そんな僕は決められない、そんなことは。いや、もちろん指3つだけでも全然いいですよ。あの、弾けないコードが出るけど別にそれだっていいけど、まあ、手術して先生が良くなるって言うんだったら、ね、全然まだこの先、まだ、あの、50代っていうことですとね、あの、まだあと50年ぐらい行きますからね、あの、全然手術したらいいんじゃないかと思いますけどね、それより僕ね、ステロイド注射をずっと打ってる方がなんか心配だなと思っちゃうなっていう感じがする。まあでもこういうのはね、僕がもう、あの、ああだこうだいう問題ではなく、あの、ライフスタイルにも関わっていくと思うんでですね、3本指でも全然いいし、手術するのも全然いいと思います。あの、そういうのを選択していくのがこの人生の道のりですから、あの、自分が決めたことが、やっぱり正解になる、そういう風に、なんていうのかな、マインドを変えていくのがいいんじゃないでしょうかね。あの、僕が言ったからってそういう風にやっちゃうとですね、なんかあった時にね、ガズさんが言ったのにって なっちゃうもの困りますからね。はい、いや、それはやっぱり自分の人生の選択として、あの、でもやっぱりね、あの、バネ指だからって言うけど、まあ、なんていうのかな、あの、もう大丈夫ですよ。もう楽しいです。はい、どうしたらもうもっと良くなって、もっと楽しくなるにはどっちがいいかっていうことを考えるのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、質問ありがとうございました。バネ指とかね、そんなのもあるんだなというふうに思いましたけど、ありがとうございます、質問。はい、そしたら、今回いただいている文の最後の質問です。もうもう牛さん。はい。レッスン動画でいろいろなウクレレを弾いていますが、どういう基準で弾くウクレレのモデルを選んでますか？気分ですか？音色ですか？ああ、いい質問ですね。が、ね、ヴィンテージモデルとか、このウスレとか、いろいろ、まあまあ、ガズモデルとか、ブラックビューティーとか使ってますけど、大体ね、気分です。気分というか、あのね、もう気分だけですね。あの、ガズメロね、エレキウクレレ、G ソリッド使うときは、あの、やっぱりその、エレキウクレレの音っていう基準で選んでますけど、アコースティックウクレレはですね、本当に気分ですね。あとはね、自分が慣れてる、最近はもうね、ブラックビューティーと、ガズモデルがね、もうすっかり、ね、自分に慣れきってるっていうのもあるんですけど、まあ本当何にもあんまり考えてないですね。これからも新しいモデルとか、どんどんあの、使っていくっていうか、変えていくと思うしですね、その辺もちょっとご注目していただければというふうに思います。あの、G ラボのウクレレってね、弾けば弾くほどどんどん音が良くて弾きやすくなってくる魔法のウクレレですからね。その辺もね、あの、皆さんも、チェック、動画の中でカズさんのウクレレの音色を見ていただいてですね、チェックしていただければというふうに思います。ということで、いやー、山盛りな回答編、まず今年第1弾でございますけど、これもね、今日答えたやつも、あの、含めて、あの、ガズレレの質問回答、再生リストっていうのを概要欄に貼っとくんで、今日のやつも時系列で全部あのリンクとか、喋ったことについての参考になるやつを URL 貼っといたりするんで、ぜひご参考にしてみてください。はい、そんなわけで、あの、なんかあったらこのガズレレに質問してください。この動画、リンクこっちも貼っときますけど、こっちの方に書いてもらった方がいいです。ちょっとね、ややこしくなっちゃうんでね、あの、返信が。はい、そういうわけで今回はこれで、ガズレレ質問動画回答編終了にしたいと思います。ちなみにあの概要欄に貼っといたさっきから出てきている質問回答コーナーの再生リストには皆さんがね、本当勉強になるね、いい質問がたっぷりあるんでね、お時間ある時いろいろ見てもらうと楽しいかと思います。ぜひチェックしてみてください。それではごきげんよう、さようなら、バイバイ。